can you be?
本日は AKB48 チーム8のライブステージにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。 AKB48 チーム8はトヨタさんのサポートのもと全国各地に会いに行く活動をしています。本日は中国四国エリアから選抜6名で皆さんに会いに来ました。はい、今日は50周年感謝祭イベントトヨタカローラ香川サンクスフェスタにお邪魔させていただいているのですが、なんと来月でトヨタカローラ香川さん会社創立50周年ということで、本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、そんなね、記念の日に私たちチームエイトがライブステージできるなんて本当に光栄なので、もっともっと盛り上げられるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングは47の素敵な街へ、希望的リフレイン、エブリデイカチューシャの3曲を聴いていただきましたが、いかがでしたか？ちょっと反応が薄い。はい、皆さんいかがでしたか？はい、じゃあそれでは早速6人の自己紹介をしたいと思うんですが、今日は香川県に来たということで、香川県の気になるグルメやスポットと一緒に自己紹介したいと思います。はい、じゃあまず地元代表の私か。はい、香川県の出身、皆さんをびっくり仰天させたい高校3年生17歳の仰天ゆいなです。イエーイ、ありがとうございます。私が気になるというか、まあ、おすすめのスポットなんですけど、小豆島っていう島があるんですよ。でそこね、あのエンジェルロードっていう、あの潮の満ち引きで1日2回ぐらいしか、そう、現れない道なんですけど、すごいロマンティックなね、ロマンティックなところなので、皆さんぜひ行ってみてください。はい、今日はゆいなの地元香川県ということで、皆さん一緒にぜひぜひ盛り上がってください。よろしくお願いします。イエーイ。from 徳島。浜松といえば静岡県の浜松やけど、徳島の浜松といえばリオナ。はい、歌とダンスが大好きで英会話が得意な浜松リオナです。よろしくお願いします。イエーイ、リオナちゃん。はい、あの私が気になる食べ物はあの去年やな、それは。あの前四国4人でイベントをしたんですよ。わかりました。で、その時に食べた骨付き鳥、そう、もうめっちゃ美味しくて、だから今年も、まあ、今回この香川イベントでもう一度その骨付き鳥食べたいなって思います。皆さんもぜひ食べてみてくださいね。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、スマイルンルンルンマルンマのカオルンマ、こんにちは。柑橘いっぱい、愛もいっぱいの愛媛県から来ました、高岡カオル15歳です。高一やけんね、よろしくお願いします。ランナー、ありがとうございます。気になるグルメということで、さっき検索したら、検索したんですか？検索したんですよ。そしたらオリーブラーメンっていう、なんかおしゃれ、オリーブとラーメンっていうな、新しい組み合わせがあって、なんかめっちゃ美味しそうだなって思って、確かに香川の帰りに買いたいです、オリーブラーメン。おー、ぜひぜひお願いします。ぜひ買って食べたらメールに書きたいと思います。よろしくお願いします。はい、なあなあなあ、なあお地形から来ました、なっちゃんこと広瀬なつきです。よろしくお願いします。なっちゃん、なっちゃん。はい、ということで私はあのミラモン飯でも紹介されたピッピ飯が気になります。美味しいですよ。皆さんも食べて帰りたいですね。今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、鳥取県から来ました、みんなのところに会いに行くみ、ありがとうございます。16歳になりました、イクミンこと中野イクミです。
ありがとうございます。私のおすすめのグルメはゆりなちゃんです。おいしそう、おいしそう、すごい食べ頃なので後からみんなで食べます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、広島県から来ました。大好物は牡蠣ともみじまんぐ。高校2年生17歳の谷ゆりです。ありがとうございます。私は香川ツアーで香川に来た時に仰天がくれたおいりが、はい、おすすめです。なんかこんなカラフルなね、お菓子みたいなやつ、皆さんぜひ食べてください。今日もよろしくお願いします。イエーイ。というわけでね、6人の自己紹介が終わりましたというわけで、はい、それでは早速次の曲に行きたいと思うわけですが、その前にゆりなさん、はい、香川イベントは初ですよね。そうなんです、初めて。どうですか。いやー、なんか香川県やけん人来るんかなと思っとったんですけど、よっけ人来てくれてすごい嬉しいです。ありがとうございます。はい、皆さん今日めっちゃ声出して盛り上がってください。ゆうてさん、ありがとうございます。はい、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。それではここから3曲続けて一気にいきますよ。はい、まずはこの曲からです。どうぞ。Thank you.
ニーテールとシュシュ、恋する充電プリウス、恋するフォーチュンクッキー2、3曲続けて聴いていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、次に聴いていただく曲は8月31日に発売された AKB48 45枚目のシングル、ラブトリップです。はい、この曲のテーマは告白なんですけども、MV を見てですね、私中でも一番気に入ってる告白っていうのが、うん、靴箱のロッカーの蓋を開けたりしての、あの好きっていう文字を作ったのがすごいロマンティックで、それにめっちゃ憧れて一番気に入ってます。私はたくさんの告白シーンの中から振られちゃったシーンもあったじゃないですか。だからそれがすごくリアルで面白いなって思いました。ダンスにも親指をクロスして作る指ハートとか、ダチョウ倶楽部さんのジャンプとかあるので、ぜひ注目してみてください。はい、それでは聞いてください、ラブトリップ。私たちチーム8オリジナル曲第2弾、制服の羽です。そして次が最後の曲になります。はい、この曲はチーム8初の全員参加のミュージックビデオとなっていますので、私たちにとっても大切な曲です。はい、それでは聴いてください、制服の羽。We'll be right back.
こんな大勢の方が集まっていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで皆さんお知らせがあります。私たち47人のメンバーの声で皆さんのドライブを楽しくナビゲートする AKB48 チームメイトのオリジナルナビが全国ロートヨタのお店で販売されてます。はい、このカーナビはチームメイトのメンバーがご当地の方言を交えないから楽しくドライブを道案内をするカーナビとなっておりますので、皆さんぜひ楽しいライブにしましょう。あ、ライブじゃなかった、楽しいドライブにしましょう。はい、私とリオナちゃんは運転免許を持っているので、これがあったら道に迷わず楽しくドライブができちゃいそうです。お前や、いいな。はい、そして皆さん、この後15時からモーラステージ、私と違うここでライブステージを行いますので、皆さん来てくれますか。やったね。ステージが始まる10分前には素敵なプレゼントが当たるじゃんけん大会を行います。皆さんぜひ参加してください。参加してください、お願いします。はい、本日はご来場いただき本当にありがとうございます。皆さんぜひぜひね、次の15時からのステージもお待ちしとるんで遊びに来てください。じゃあ今日は本当にありがとうございました。